東京港。東京港は、東京湾の中にある日本の主要な国際貿易港、五大港の一つ。貨物取扱い量は8279万トン、世界48位。コンテナ輸送量は475万 TEU、世界28位。港湾管理者は、東京都。高速法上では、京浜港東京区といい、川崎港。 京浜港川崎区の北に隣接する。日本の主要な国際貿易港、五大港の一つで、港湾法上の国際戦略港湾の指定を、川崎港及び横浜港と共に受け、国土交通省より、スーパー中枢港湾の指定を横浜港と共に受けている。関税法上の開港であり、2014年の貿易額は、 日本一、1960年代末から顕在化した世界的なコンテナリゼーションの潮流に国内港湾としていち早く対応。1998年から外貌コンテナ取り扱い個数で国内周位を維持している。関東大震災の後港湾設備の重要性が認識され、1925年に日の出埠団が完成。1941年に 国際港としての東京港がオープンした。日本三大旅客港の一つに数えられる。延長879メートル、水深2.7メートルから7.5メートル、内房雑貨の BG と東海汽船の S に、S3 バースがある。70年近くが立ち施設の老朽化が著しいため、再開発計画がある。延長564メートル、推進6.7メートル、 AGM の6バースがある。古くから、非鉄金属、化学薬品等の内房の拠点として利用されている。他、一般には、台場、有明方面への水上バスや東京ワンクルーズなどが発着するので、三橋として知られている。敷地内には、ベンチや望遠鏡が設置されており、東京港の夜景を楽しむカップルに人気がある。また、三橋待合所の隣には、 コンビニエンスストアや食堂もある。この食堂は建物2階にあるため東京港が一望でき、近隣ビルのビジネスマンやタクシー、観光バスの乗務員などに利用されている。なお、日の出桟橋は東京都港湾局により震災時の帰宅困難者や救援物資の輸送拠点となる震災時水上輸送基地に指定されている。延長465メートル。 水深7.5メートル NOP の3バースからなる。伊豆諸島、小笠原諸島への人や物資の玄関口としての機能のほか、第3セクターの竹芝地域開発株式会社による整備、再開発が行われた。延長線3 5 1メートル、水深3メートルから7.5メートル、回0回2回4回6の各バースがあるが、 船席数は2である。水産品、養魚品、鉄鋼等を扱う。不定期の貨物船だがキャビンを持つ、15地不当での旅客扱いは行わない。住所、東京都江東区立三三丁目30延長1040メートル、水深5メートル、7ナノメートルの13バースからなる。豊洲、春海開発整備計画に基づき2002年から、供用開始した。 ハルミフ島の機能が移転されており、内房雑貨、鉄鋼を扱う。延長百1 8 9メートル、水深9から10メートル、HFHL の7バースがあり、客船ターミナルが整備されている。延長1七7 4メートル、水深3から5メートル、G5、G6、G7 バースからなる。ハルミフ島とともに、砂糖、製材、米などの輸入貨物を扱う。 延長283メートル、水深4メートル、T ニバースがある。豊洲、晴海開発整備計画に基づき今後この用地は複合施設として再開発される予定である。岩壁延長240メートル、岩壁水深12メートル、X ニバース。アンローダーとベルトコンベアを備え、主として外防石炭、鉱産物を扱う。 岩壁延長260メートル、岩壁水深10メートル、X3 バース。神祖東京支店が保有する施設、バース。元は、豊洲の東京鉄工不当の移転用施設として建設されたが、移転計画中止と施設所有第3セクターの解散を受け、岩壁本体を神祖が購入。背後不当用地を東京都から仮受け自社でガントリークレーンを2基設置。 国内では、珍しい施設コンテナ不当として2004年2月に、供用開始した。中国園用運輸集団の日中航路用として、主に利用されているほか、聖火棟、カミソ東京多目的物流センターを建設して、フィリピンからドールと、住友商事のバナナパイナップルを輸送する、防災来線を週1便受け入れている。カミソプレスリリース。東京港の歴史は、 15世紀に江戸城を築いた大田道館が江戸前島の日向川河口に江戸港を開き海上輸送を行ったのが始まりであると言われている。その後17世紀になり江戸に幕府が開封してからは江戸庶民の生活に必要な物資の輸送手段として大量輸送できる海運がそれまでより一層重視され諸国とを結ぶ海戦の重要な気候地として大きい役割を果たした。 1858年に日米修好通商条約が締結され、1859年に横浜港が国際港として開港したものの、東京港はその後80年以上開港しなかった。横浜港に代わって東京港を国際港として開港すべきという意見はあったが、横浜の熾烈な反対により執行計画は1885年に廃案になった。その後、 墨田川口改良工事の名目で近代的な港湾としての整備が行われ、1906年から第一期工事が始まり、永代橋から台場までの航路を春節した。1911年には第二期工事も始まり、東部では1910年に枝川改修工事が始まった。1922年に第三期墨田川口改良工事が始まったが、 1923年9月に関東大震災が発生し、支援物資の受け入れが問題になった。そのため、日の出埠頭、芝浦埠頭、竹芝埠頭の開発が始まり、1925年に日の出埠頭が完成した。同年、南部では目黒川改修工事が始まり、現在の天王洲アイルの方に加工を直線化する工事を行った。九百三十年に、 東京港集築事業が始まり、1933年に勝時橋の工事が始まった。1932年には芝浦布団、1934年に竹芝埠頭が完成した。東部では1938年に越中島駅敷地造成事業計画が始まり、南部では1939年に京浜運河改作工事が始まった。 1940年の起源2600年、記念日本番国博覧会は中止されたが、1941年5月に国際港として開港した。戦後の経済成長に伴い首都直下の港湾施設の拡張が急務となり、豊洲埠頭が整備された。1951年には特定重要港湾に指定され、間もなく晴海埠頭も整備される。 その後の世界的なコンテナリゼーションに対応するため、1967年に品川埠頭が神戸港マヤふ頭と共に日本初のコンテナターミナルとして運用を開始し、1975年に大井コンテナ埠頭が完成、全国でも最大級の連続8バースにわたるコンテナターミナルが誕生した。その後百八十五年に大見コンテナ埠頭の運用も開始、 2004年には、大イコンテナ不当再整備、7バース再編、大水進化も完了。戦後処理によって GHQ に、港湾機能の多くを接収されていた、現在も一部は、接収が解除されていない、横浜港を尻目に急なして、2000年代には、横浜港を抜いて、東日本最大の港となり、五大港の一つとして、今日では、日本の港湾物流の中心的な役割を担う。 東京港の埋め立て事業は古くは江戸時代から行われている。以下はその一部の記載である。工事事業名は東京湾見をさらい工事。航路の春節が主目的で当初は春節度の再利用で埋め立て地を造成したことが伺える。太平洋戦争のため一時中断したが戦後再開した。当時としては 世界最大級の国際空港が建設される計画であったが日中戦争により打ち切られた。埋め立て地はその後海水浴場や人海処理場として使用され、現在は夢の島として姿を残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。